政庁の金城です。定刻になりましたので、ただいまから実用発電用原子炉の長期施設管理計画等に係る審査会合第4回会合を開催します。本日の議題は議事次第の通り1件です。では早速議事に入ります。で、議題1として、関西電力大井発電所3号炉および4号炉の長期施設管理計画認可申請に係る審査についてということであります。で、これ本件につきましては会合は今日で3回目になって、初回の会合で全体の話を説明、聞いてですね、で2回目の会合でこの新制度における、新しい、規制事項でありますサプライチェーンなどを、聞いたということであります。で、今日は準備している資料は、これまでの会合における、指摘事項に対する回答ということで、資料3つあると思いますけれども、それぞれ一つずつ説明を聞いて質疑という形で進めたいと思います。それでは資料1から説明始めてください。はい、関西電力田中でございます。おはようございます。それでは資料 1,2,3 準備しておりますので、先ほど金城さんが言われましたけど 1,2,3 を説明した後質疑をさせていただくということで、説明を開始します。宮間の方から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。関西電力の宮間でございます。それではお手元の資料、資料1の方からご説明をさせていただきます。資料1、1枚めくっていただきまして、先ほど、ご説明はありましたけれども、今回、ご準備いたしました資料 1,2,3 につきましては、今までいただいてます審査会合での指摘質問事項の回答をするものになっております。で、1枚めくっていただきまして1ページ目、ここで示しております1から5につきましては初回でいただいてます指摘質問事項になります。で、2ページ目以降ですね、ナンバー6から9まで、10までか、10までにつきましては、2回目の審査会合でいただいている指摘質問事項ということになります。で、資料1でご説明いたしますのは、2ページ目の7番に、でいただいている、指摘事項に対する、回答になります。では回答の方させていただきます。5ページ目、一番最後のページになります。いただいております指摘事項は、通常点検および劣化点検並びに発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置の定義を明確にすることということで、それぞれにつきまして整理いたしまして、以下の表のような形で示している定義として定義させていただきました。ちょっと中身は読み上げさせていただきますけれども、通常点検につきましては、保安規定の施設管理計画に従って実施する施設管理のための点検または検査のうち、技術基準適合確認を目的に定常的に実施するものと。ただ、コメ付けさせていただいておりますけれども、不適合に伴い実施する機器等の補修取り替えは含んでいないと考えております。点検計画で定めている消耗品の取り替え、定期取り替え品の交換などは通常点検の範囲に含まれるものと考えております。2段落目になりますけれども、劣化点検につきましては、通常点検以外の点検または検査であって、発電用原子炉施設の劣化の状況を把握するために追加的に実施する必要があるものと、整理いたしました。3段目になりますけれども、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置につきましては、3つの項目があると考えておりまして、保安規定の施設管理計画に従って実施する施設管理のための保全のうち、通常点検、劣化点検および特別点検以外のものと、それから2つ目の項目は、技術的とちょっと書いておりますが、技術評価ですね、技術評価の結果、抽出されたすべての追加保全策、それから3つ目が、監視試験の計画、この3つになるかと考えています。で、一番下はですね、参考で記載させていただいております、大井3、4号炉につきましては、35年はまだプラント運転から35年経過しておりませんので、特別点検自体は実施しておりませんが、特別点検につきましては、審査基準の方で具体的な実施内容につきましては規定されておりますので、こちらではその内容をそのまま記載した形として整理させていただいております。資料1につきましてはご説明以上になります。はい、それではまずここで質疑に入ります。規制庁側から何かありましたらどうぞ。岡本さん。規制庁岡本です。ただいまご説明のありました資料1の5ページをお願いいたします。こちらでまず確認だけですけれど、通常点検を施設管理計画に従って実施する点検検査のうち、
技術基準適合を目的に定常的に実施するものと定義されております。これらの中には日々行われる巡視点検ですとか、あるいは定期事業者検査、あと使用前事業者検査、これらが含まれるというふうに理解いたしましたが、そのような理解でよろしいでしょうか。お答えください。関西電力岩崎でございます。今岡松さんが言われた通り、定時限、使用前検査、巡視点検などを含む定常的に行うものを、通常点検として、定義しております。規制庁岡本です。分かりました。今回の回答内容につきましては、実用路規則第113条第1項第5号におきます用語の定義ですとか、あるいは発電用原子炉の安全規制に関する検討チームの説明とも整合するものであって、おおむね妥当であるというふうに考えます。より具体的な実施項目ですとか実施内容については、必要に応じて申請書の添付説明書ですとか補足説明資料に記載されるものと認識しておりまして、それらは引き続き審査において確認してまいります。私からは以上です。他ありますでしょうか。よろしいですかね。ある意味この新制度で入ってきた新しい定義でもありますので、まずここの意識合わせをしっかりと行えたかなと思います。それでは続けて説明をお願いします。はい、引き続きまして関西電力宮間でございます。それでは資料2を用いまして続けて説明をさせていただきます。こちらもですね、いただいております指摘質問事項の回答になりまして、こちら、資料2につきましては1ページ目の3番の項目に、のご説明になります。いただいておりますのは、実用発電用原子炉の長期施設管理計画の審査基準の各項目と、申請書の記載内容を改めて確認して対応方針について説明することということで、いただいております。で、内容の説明をさせていただきます。4ページ目から2になります。で、4ページ目、こちらですね、審査基準と記載要領の各項目と、申請書の記載内容につきまして、比較検討をさせていただいております。で、具体的にはですね、4ページで示しておりますようなシートを使いまして、それぞれの各項目すべて書き出しまして、比較をしております。で、このシート自体はですね、お手元の資料の4をの補足説明資料の6の1にすべて整理させていただいておりますが、資料2ではですね、その中で概要をご説明をさせていただこうと思っております。で、同様の内容が多数あるところは集約させていただいておりまして、資料補足説明資料の6の1でグレーハッチングしているものを抜き取りまして、このパワポの資料でご説明をさせていただこうと考えております。では5ページ目めくっていただきまして、こちらが現行の記載につきまして審査基準との対比を示したものになります。で、5ページ目は、審査基準 の、劣化評価の方法およびその結果ということで、代表して記載させていただいておりますが、こちら各項目で共通的に上がってくるものを、集約させていただきまして記載してございます。で、中身ですけれども、申請書の劣化評価につきましては、30年目の後継の学術評価、これは大井34頃では実施しておりますけれども、その実績を転記したものでございまして、今回は長期施設管理計画の策定にあたって、実施した劣化評価の内容を、それを 主題というか主眼として、記載している、記載がちゃんとできていないというのが、共通的に、ございますと。で、今後の対応方針といたしましては、長期施設管理計画の策定にあたり、実施さいたしました劣化評価の内容を、きちんと反映させていただこうと考えておりまして、こちらにつきましては、各項目も、ほとんどの部分につきまして、共通的に関わってくるものでございますので、以降ですね、共通項目として、記載の方、同じ記載の部分は、割愛をさせていただいております。で、6ページ目お願いいたします。
2番の項目になりますけれども、審査基準の2ポツ括弧1で通常点検、劣化点検および特別点検の方法および結果のところで、丸1の最後にありますけれども、実施の考え方およびその方法が適切に定められていることということに対しまして、右側のところになります。第2段落目になりますが、通常点検の結果とかですね、劣化点検の点検方法につきましては、きちんと、欠けてないというところがございますので、長期施設管理計画に、その旨しっかり記載をさせていただこうと考えております。で、通常点検の、考え方につきましてはですね、先ほど資料1の方でご説明、議論させていただきましたけれども、定義につきましては同じ、資料1で、ご説明した内容で定義をさせていただいて、長期施設管理計画の方の記載を、見直しをさせていただきたいと考えております。で、次のページをお願いいたします。3つ目の項目になります。審査基準2ポツ両括弧1の2になりますけれども、ここは評価対象、技術評価の評価対象の項目になるんですが、一番最後のところでまた以降になりますけれども、長期施設管理計画の指揮において適用される技術基準の、規則に定める基準に適合する見込みに基づいて抽出されていることということにつきまして、対応方針の方右側になりますけれども、対応させていただこうと考えております。施設公認申請状況の反映状況が明確でないとかことにつきましては、3段落目下線部になりますけれども、漏れなく技術評価の対象となる機器構造物を、しっかり抽出しているということを、適切に記載させていただこうと考えております。で、先ほどご説明しました指揮において適用される技術基準に定める基準に適合する見込みにつきましては、記載できておりませんので、長期施設管理計画に、しっかり記載をさせていただこうと考えております。7ページ、上の段の1段落目ですけど、共通事項と書かせていただいておりますが、申し訳ありません、これ共通項目になりますので、修正の方をお願いいたします。8ページ目、次のページをお願いいたします。2ポツ両括弧1、4の項目になります。こちらもですね、一番最後のところで、日照劣化管理事象については、その発生進展について適切に評価され、劣化傾向監視等の劣化管理の考え方が適切に定められていることに対しまして、きちんと記載ができてないということで、右側の対応方針になりますけれども、日照劣化管理事象の劣化傾向監視等の、劣化管理の考え方につきまして、長期施設管理方針の方に記載をしっかりさせていただこうと考えております。次のページをお願いいたします。9ページ目になります。項目の5番目になりますけれども、実施基準の2ポツ括弧2の6になります。これ追加保全策が、しっかり適切に抽出されていることということに対しまして、今後の対応方針として、右側に記載させていただいておりますが、追加保全策、これ断続運転板とレオン停止板それぞれに対して、抽出していることになっておりますが、ちょっと中で記載が書き分けがしっかりできていないところがございましたので、それらの条件につきまして、位置づけを明確にして記載をさせていただこうと考えております。10ページ目お願いいたします。項目ナンバー6になります。2ポツ両括弧2の13番目として、自然現象によるより受けた影響について、その劣化の状況を把握した上で技術評価が行われていることということで、審査基準規定されてございまして、現状と対応方針の右側の項目になりますけれども、現状はですね、結論につきましては、影響はありませんでしたというのは記載させていただいておるんですけれども、もう少し具体的に確認した自然現象について、しっかり書き込もうと考えておりまして、下に、記載させていただいているような項目につきまして丸3つがございますけれども、こういう観点でしっかり記載の方をさせていただこうと考えております。次のページをお願いいたします。11ページ目になります。7番目の項目になりますけれども、審査基準2ポツ両括弧2の14の C ということで、
過去に技術評価を実施している場合、まあ、今回の大井34号炉になりますけれども、一番最後にありますように有効性評価を行い、これらの結果が適切に反映されていることというのが規定されてございまして、こちらに対しまして現状の記載と内容と対応方針といたしまして、有効性評価については具体的に記載ができていないということで、まあ、有効性評価の結果につきまして、具体的に長期施設管理計画に記載をさせていただきたいと考えております。2段落目、ナンバー8になりますけれども、2ポツ両括弧3の1の A になります。こちらはですね、まあ、評価の結果のところの記載になって A、B、C がまあございますけれども あるところになるんですけれども、実際に現に設置されております設備、機器、構造物につきまして、技術基準規則に定める基準に適合していることが確認されたものであることに対しまして、記載内容、それから対応方針の、まあ、下線部の記載のとおり、保安規定の施設管理計画に従って実施する施設管理のための点検と、不適合の管理を含みますけれども、により技術基準規則に定める基準に適合を維持していることなど、まあ、このようなことを主眼に置きまして長期施設管理計画の記載を具体的に修正させていただこうと考えております。9番目の項目になります。2ポツ両括弧3、1の B になりますけれども、技術基準規則に定める基準に適合することにつきまして、まあ右側の項目、記載内容、それから、今後の対応方針ですけれども、具体的に、まあ、現状は、まあ、記載ができてないと考えておりまして、工事計画認可の、認可を受けて認可または届け出がしっかり出されていることというのを、しっかり長期施設管理計画として記載をさせていただこうと考えております。次のページ12ページ目をお願いいたします。10番目の項目になります。3ポツで劣化を管理するために必要な措置ということで、こちらにつきましては、現状の記載内容と対応の方針に記載しておりますけれども、劣化を管理するために必要な措置の定義が、まあ、明確ではないというような記載が、まあ、十分ではないところがございますので、こちらもですね、先ほどの通常点検と同様でございまして、資料1で、まあ、今日ご説明定義をしっかりさせていただきましたので、それを踏まえた記載を、しっかり長期施設管理計画の方に、記載させていただこうと考えております。次のページ13ページ目、最後のページになりますけれども、お願いいたします。11番目の項目になります。11番目の項目は旧式化 の、まあ、話、新しく追加された項目になりますけれども、現状記載内容と今後の方針のところに記載しておりますが、サプライチェーン等の管理につきましては、措置としての記載が、まあ、現状できていないと考えております。でこちらにつきましてはですね、今回ちょっと審査会合でもいろいろ議論させていただいておりまして、まだ宿題等をいただいておりますので、審査会合の議論を踏まえまして、長期施設管理計画を適切に記載させていただこうと考えております。その次2段落目になりますが、12番目の項目になります。こちらにつきましては、基本的な方針および目標についてということになります。右側の項目になりますが、点検および評価並びに措置それぞれに対して、まあ、それぞれの項目に対しての記載というのが、まあ、できておりませんので、こちらもですね、まあ、今上の段で11番目の項目でご説明させていただきましたけれども、いただきましたサプライチェーンとかその下の段が QMS になりますけれども、これらの、まあ、全体を踏まえまして、記載の方、それらの議論を踏まえて長期施設管理計画に適切に、記載の方をさせていただこうと考えております。最後13番目、これ品質マネジメントシステムということになりますけれども、こちらもですね、11番目の項目と同様でございまして、一度、前回の審査会合でご説明をさせていただきましたけれども、まだ議論の方というかご質問もいただいているところがございますので、まあ、その質問回答等を踏まえて、まあ、審査会合の議論を踏まえまして、長期施設管理計画をに、適切に記載をさせていただこうと考えております。
資料2の説明につきましては以上でございます。はい、それでは資料2に関しましては質疑に入ります。規制庁側から岡本さん。規制庁岡本です。今のご説明全般について申し上げますが、今回長期施設管理計画の審査基準及び記載要領と申請書の記載内容を突き合わせて比較されることによって、現状の申請書の問題点を網羅的に抽出されるとともに、それらに対する今後の対応方針が示されたところと認識しております。その内容についてはおおむね妥当なものであると考えております。今後につきましては、今回示された対応方針に従いまして、具体的な申請書の記載事項について速やかに検討を進め、補正の準備を行っていただくようお願いします。この点よろしいでしょうか。関西電力岩崎でございます。拝聴いたしました。補正に向けてこの対応方針に基づき補正の準備を進めてまいりたいと考えております。規制庁岡本です。わかりました。私からは以上です。総括的な今指摘になりましたけど、他はありますか。特によろしいですかね。じゃあ次の資料3の方の説明に入ってください。はい、それでは資料3を用いまして、関西電力宮間でございます。引き続き説明の方をさせていただきます。1ページ目見ていただきまして、資料3につきましては1ページ目のナンバー2の、指摘事項に対しての回答ということになります。で、ナンバー2につきましてですね、4つの項目があると考えておりまして、1行目にありますが、劣化評価の内容の説明と、それから、昨年11月8、8日に、規制委員会の資料で、準備行為期間中におけます長期施設管理計画認可申請等の、審査の進め方というのが議論されておりまして、示されておりまして、その中で1番目、許認可等以降の最新知見の反映状況、それから2つ目として評価対象機器の更新状況、それから3つ目として評価劣化評価の基準適合性の、3つの観点が示されておりますので、それぞれにつきましてこの資料を用いましてご説明の方をさせていただこうと考えております。それでは、ずっとめくっていただきまして、4ページ目の次のページ、5ページ目から、まずはじめに劣化評価についてのご説明ということになります。5ページ目になります。劣化評価につきましては、実用路規則第113条1項の5号の方で、5号の E ローハーのところで、規定されていると考えておりまして、それぞれの項目についてご説明をさせていただこうと考えております。ただ、ローにつきましては、特別点検 の話になりますので、資料2でご説明しましたけれども、大井3・4号路は運転開始から35年を経過していないため、対象外となりますので、ローは割愛の方をさせていただこうと考えております。それでは5号の E の方から、6ページ目以降でご説明をさせていただきます。具体的には7ページ目、通常点検のこちらではですね、 E では通常点検と劣化点検がございますので、まず通常点検の方法、それから結果、それからそれに引き続きまして劣化点検の方法、結果という形でご説明をさせていただきます。7ページ目、ポツが5つございますが、1つ目は定義でございますので、資料1と同じ内容でございます。2つ目のポツになりますけれども、こちらは具体的な実施、通常点検 の、実施の方法の具体的なところになりまして、発電所 の設備担当課長は、保全対象範囲につきましてを定め、それに対して重要度を設定して、点検計画を策定、それに従って点検を実施してございます。また設備担当課長はそれを定期事業者検査、使用前事業者検査を実施いたしまして、ここはまたはではなくて、定期事業者検査やって使用前検査もやるものもございますので、またはではなくて
点かなと思います。すいませんがちょっと直していただきまして、定期事業所検査、使用前事業所検査を実施して、その設備が所定の機能を発揮しうる状態なことを確認、評価してございます。またその点検結果、計画に定めます点検の内容、それから検査の内容につきましては、定期事業所検査報告書、定期事業所検査開始時の添付書類として、原子力規制庁、こちらもですね、すいません、原子力規制委員会さんにお届けさせていただいて、届け出させていただいていると認識しております。具体的な実績につきましてはですね、提出の実績、資金のものになりますけれども、それにつきましては以下でお示ししたものになります。で、通常点検の実施に関するプロセスにつきましては、法案規定に定めます品質保証に従って実施しているところでございます。次のページをお願いいたします。通常点検の結果でとになります。設備担当課長は、その設備が所定の機能を発揮しうる状態になることを確認評価しておりまして、保全の結果所定の機能を発揮しうる状態になることが、仮に確認できないものというのが、あった場合につきましては法案規定の、品質保証に従いまして不適合処置および是正処置を行った上で所定の機能を発揮しうる状態になることを確認評価してございます。また設備担当課長は、定期事業者検査、こちらもですね、またはでなくてポツかなと、点かなと考えておりますが、すいません、そちらに修正の方をお願いいたします。定期事業者検査、使用前事業者検査を実施いたしまして、技術基準に適合していることを、確認評価してございます。で、保全の結果3つ目のポツになりますが、定期事業者検査および、ここはすいません、ダブっておりますが、使用前事業者検査ですね、こちらも修正はすいません、いくつもありまして申し訳ありませんが、使用前事業者検査の結果は、記録して保存をさせていただいております。4つ目のポツになります。定期事業者検査の結果につきましては、定期事業者検査報告書、定期事業者検査終了時の添付書類として、原子力規制、こちらも申し訳ありませんが、庁ではなくて委員会に、届け出をさせていただいております。大井34号路の、提出実績につきましては、記載の通りでございます。資金のものになります。続きまして、次のページ、9ページ目になりますけれども、劣化点検の方法、10ページ目がその結果になりますけれども、定義につきましては、こちらもですね、資料1でご説明した通りでございますので、ちょっと割愛をさせていただきまして、大井34号路にあたりましては、30年目の高経年化技術評価というのをやっておりますので、それに先立ちまして、以下の点検でお示ししております、機器構造物の劣化状況を把握するために、以下の点検を実施しておりますので、これらの点検を劣化点検として位置づけることと整理しております。まず、1で、コンクリート構造物の点検になりますが、中性化、塩分浸透による、強度低下に対する技術評価及び現状のコンクリート強度確認のため、コンクリート構造物からコアサンプルを採取しまして、それぞれ規格に基づきまして試験を実施しております。それから2ですけれども、原子炉容器の監視試験、破壊人生試験につきましても、原子炉容器の中性照射材価に対します関連温度評価及び加圧熱衝撃評価のために、こちらも同じ同様に規格がございますので、その規格に基づきまして試験を実施しております。で、具体的な結果につきましては、3号路を10ページの方、それから4号路を11ページの方で個別にお示ししてございますけれども、いずれも30年目の高経年化技術評価に取り込んで、これらの結果を取り込みまして、評価をさせていただいておりまして、そちらの結果につきましては、高経年化技術評価書という形で、法案規定の変更認可申請という形で、申請させていただいて、認可済みのものになりますので、詳細な数字の読み上げ等は割愛させていただこうと考えております。それから、12ページ目以降は、5号の葉ですね、評価に対します、ご説明ということになります。13ページ目お願いいたします。
定価評価に関します、ハノコモですね、劣化評価に関しまして、まず評価期間につきましては運転開始から60年、プラント運転開始から60年を評価期間として定めてございます。で、両括弧2ですけども、評価対象機器につきましては、こちらたくさん書いてありますが、審査基準の規定の通りでございます。両括弧3、評価機器工程につきましては3号路、4号路それぞれ示しておりますが、長期施設管理計画に従って実施した結果、工程につきましては以下の通りでございます。次のページをお願いいたします。14ページ目、技術評価のプロセス実施体制というところになります。長期施設管理計画策定に関わります、実施体制をこちらお示ししておりますが、原子力事業本部原子力発電部門統括を、総括責任者とする原子力事業本部、それから今回大井発電所が対象でございますので、大井発電所の役割分担を説明しております。ここで必要になりますのは、技術評価の実施体制ということになりますので、こちらではですね、お示ししているのは長期施設管理計画策定の全体になりますから、技術評価自体に、絞り込みます と、左の体制の中の左の端にあります、補修管理のサプライチェーンのところとか、品質保証のところが、QMS の話になりますけれども、ここを除いたものが技術評価の対象と体制という形になるかと考えております。15ページ目以降では、技術評価の、実施方法手順ですねにつきましてご説明をさせていただこうと考えております。まず最初にですね、15ページ目ちょっと文章がいっぱいありますので、まずイメージつかんでいただくために1ページ飛ばしていただきまして、16ページ目のフローを、ご覧いただきたいと思っております。一番上にですね、すべての機器構造物ということで、普通の場合はですね、初めて、長期施設管理計画、技術評価をする場合はこちらから、スタートいたしまして、ざざっと、従来の工系なんか技術評価と同じように評価対象を選んで、それぞれに対しまして、点線、ちょうど真ん中よりちょっと下にありますけども、健全性評価、技術評価と、それから耐震安全性評価、耐津波の安全性評価というのをやってまとめるという形になります。ただ今回はですね、の多い345につきましては30年目の高経年化技術評価というのをやってございますので、その結果の妥当性を評価して活用するということにしてございますので、今見ていただいていますフローで右左上のところに高経年化技術評価の評価対象設備かであれば、それに対して、まず、下の、ひし形で妥当性確認をして、それがちゃんとその結果が使えると、判断、使えるかどうかというのを判断いたしまして、使える場合はそれを活用した評価というような流れを取り込んでございます。ここは、技術評価が、式の技術評価を活用する場合で、ちょっと違いのあるところということになります。で、ちょっと1ページも、こういう流れがありますよというのを、文章にしたのが15ページ目になります。ちょっと文章ばかりで申し訳ございませんが、流れは同じでございまして、全ての機器構造一ポツですけども、全ての機器構造物から審査基準に照らして、評価対象機器構造物を選定で、2つ目が先ほど言いました、ちょっと、フローが複雑になっておりますが、 2行目ですね、 PLM30 年目の評価に含まれていない、要は評価してなかった機器構造物は新たに経年劣化に関する技術評価、先ほどのフローでいきますと、ストンとまっすぐ落ちてきますと、まっすぐ下に落ちてきますということになります。で、PLM30 の評価対象機器構造物、要は評価済みだったものにつきましては、左側 のちょっと今回追加したところになりますという、ご説明したところになりますが、国内外の運転経験や最新知見に照らした妥当性評価というのを行いまして、追加評価が、必要となったものがあれば、技術評価は改めて実施するということになります。で、3ポツ、4ポツ、5ポツは、
それぞれですね、健全性評価、それから耐震安全性評価、耐津波評価、安全性評価ということになりますけれども、まあ、必要な経年、評価すべき、着目すべき経年劣化事象というのを抽出いたしまして、評価期間におけます健全性、評価、評価期間は60年を想定しておりますけれども、それを実施した上で、現状保全の妥当性を評価しまして、今の保全に、まあ、追加すべき保全策がないかというのを、まあ、抽出すると。手段、まあ、これ従来からやっている高経年化技術評価と同じ手法で実施いたします。で、6ポツになりますが、経年劣化に関します技術評価では地震津波その他の自然現象により受けた影響につきまして、まあ、そういうものを受けたものにつきましてはそれを考慮した評価を行うということになります。で、7ポツ最後に、技術評価の結果を取りまとめまして審査基準の、にを満足することを確認するという形、手順になっていきます。で、17ページ目以降ではですね、それ、劣化評価の、まあ、内容は今までご説明いたしましたけれども、それ以外のですね、丸、1,2,3 ございましたけども、まずちょっと順番があれ番号の通りではないんですけれども2の方から、追加評価対象機器の更新状況の方からご説明をさせていただこうと思っております。18ページ目になります。評価対象機器の更新状況ということで、まあ、要は追加した設備ですね、の評価についてということになります。で、評価対象期間、こちらにつきましてはですね、ちょっとここでは分かりづらいかと思いますので、少し後ろで24ページを見ていただきたいと考えております。24ページ目で最新知見って書いてありますが、評価対象 の設備の抽出も、まあ、同じ手順でやっておりまして、こちらですね、最新知見の場合 の調査期間ということで、整理をさせていただいておるものと同じでございます。まず、下で、まあ、年表みたいなのを記載させていただいておりますが、調査期間1、水色の部分になりますけれども、こちらがですね、30年目の高経年化技術評価を作成を目的として、多い3号炉では2020年の5月、多い4号炉では2021年の7月、これはプラントの雲海の年が、時期がですね1年ほどずれておりますので、まあ、申請も1年ほどずれておりますから、集めている期間もそれに応じてちょっとずれがありますけれども、までを対象に当時の運転経験および最新事件の調査を実施しまして、高経年化技術評価に係る申請を行って、まあ、認可を受けたものになります。で、薄緑の丸2のところになりますけれども、調査期間2になります。こちらにつきましては、その、認可いただいてます、高経年化技術評価書以降で、につきましては社内で実施しております最新知見検討会の結果を、まあ、活用いたしまして、資金の実績でありました2023年6月までを、まあ、対象期間として、国内外の運転経験および最新知見について、まあ、調査を実施しております。なお、調査期間3になりますけれども、最新知見の反映は、まあ、継続的に、まあ、プラントによらずですね、継続的に実施しておりまして、情報の収集それから調査を、まあ、継続的に実施して、必要に応じて、まあ、再評価変更のを、まあ、実施していくこととしております。で、あちこち行って申し訳ありませんが、18ページ目に戻っていきまして、まあ、そういうこともありまして、まあ、資金の、最新事件検討会の実績であります2023年の6月までを、調査対象期間としてございます。で、調査方法につきましては、クローンの丸の2つ目になりますけれども、設計および工事の、計画の、認可申請状況、それから、既存設備 の、まあ、機器リストを用いまして評価対象の、確認を行ってございます。で、調査した、まあ、結果につきましては、記載の通り、多い3号炉につきましては、特定重大事故等対処施設、それから、蓄電池3系統目、第3バッテリーというものになりますけれども、に関する、設備が、まあ、抽出されております。で、4号炉側は、抽出された設備はございませんでした。
なお大井3号炉としては確かにですね、今ご説明しました3つの設備、まあ、特殊設備につきましては全体の設備になりますけれども、新たにまあ評価しいたしましたけれども、それぞれの評価の事態につきましてはですね、大井4号炉では、認可済みでございまして、まあ、同様の評価を実施しておりますので、まあ、評価の中身としては、大井3号炉の、で追加した評価と、まあ、同様のものとなってございます。で、19ページ目以降がですね、調査方法でご説明しました設計及び工事の計画の認可申請の状況を、まあ、まとめたものでございまして、19ページ目20ページ目が大井の3号炉、それから21、22が、大井の4号炉となります。で、今、認可いただいているものを、まあ、並べまして、設備として抽出されるものがあるか、新たに評価対象として抽出されるものがあるかというのを抽出し検討したものになります。で、19ページ目の赤枠で示しているところが、抽出された、先ほどご説明しました 特需の設備とか第三バッテリー関係のものになります。で、4号炉もですね、同じものがまあ抽出されているんですけども、これは評価の時期がちょっと1年ほどずれたというのもありまして、大井4号炉につきましては30年目の、高経年化技術評価で、まあ、もうインサービスされる、運用されることが分かっておりましたので、取り込みができたもので、取り込み済みのものになります。なお、3号炉と4号炉で若干違うところは、例えばですね、20ページ目の、リストの中の下から2つ目の項目、加圧器の安全面の取り替え工事というのは、まあ、3号炉だけになるんですけれども、こちらにつきましてはですね、技術評価における扱いのところに記載してさせていただいておりますが、これは通常の点検で、分解点検で弁体とか傷がついたりしますと、すり合わせをして、まあ、要は切削してですね、当たりを取ったりという形の加工をするんですけども、まあ その加工しろがですね、まあ、管理基準値に近づいたため、まあ、一体で取り替えをしたものになりますので、まあ、保全の結果、設備対応を行ったということで、まあ、3号炉だけが出てきているものになります。評価対象設備の、更新状況につきましては以上でございます。それでは、最新知見の、反映の方につきまして、23ページ目からご説明をさせていただきます。で、24ページ目は先ほどご説明いたしましたので、割愛させていただきまして、25ページ目ですね、調査方法、最新知見の調査方法につきましては、記載要領に、まあ、例示されているものがございますので、それらを踏まえまして以下に示しております調査対象項目というのを、選定して、調査を行っております。次のページをお願いいたします。26ページ目で調査の結果でございますけれども、反映が必要となる運転経験及び最新知見等の抽出を行った結果、調査対象、調査機関におけます対象の情報につきましては約550件で、経年劣化に関係するものはそのうち200件と、で最終的に長期施設管理計画への反映が必要と判断したものは2件という結果になっております。それはその考え方をフローの形でお示ししたものが26ページのフローになります。で、一番下の A の、まあ、要はこれが範囲必要ですよねと言って上がってきたものは、先ほど の設備 の更新状況で出てきたものと同じ、まあ、18ページで説明したものと同じでございます。これらにつきましては追加評価を実施してございます。で、評価は範囲不要と、まあ、判断したものにつきましては、まあ、ちょっといくつか例示をさせていただいておりますが、トラブル情報とか、それから規格基準類の情報とか、まあ、こういうものが、まあ、ございます。で、具体的に、例示させていただいております項目につきまして、まあ、どんなものがあったのか、どういうものかにつきましては27ページで、具体的にどのような根拠で、範囲不要と判断しているかというのを、まあ、整理させていただいております。はい、それから、28ページ目になります。
今までですね、運転経験、最新事件の方は記載、整理をさせていただいておりますが、国の、規制文書の反映というのも、当然必要となりますので、原子炉等規制法、今回の長期施設管理計画に関わります原子炉等規制法等の、更新状況もにつきましても、改定状況か。状況につきましても確認いたしまして、こちらではですね、審査基準で、要求され新たに要求されております消費税化の将来予測を伴わない実測データにつきまして、抽出されましたので追加評価の方をさせていただいております。なおですね、長期施設管理計画作成の際、法令や審査基準等の確認、確認が不十分でありましたことから、ちょっと円滑な審査に支障をきたしているというのは認識してございます。これにつきましては、同様のことがないことが発生しないよう、資料作成前の法令等の確認について、注意を行っているところでございます。引き続き、皇族ブランドも含めた同審査に、真摯に対応していきたいと考えてございます。29ページ目以降につきましては、これ技術的な評価のところになります。劣化の技術評価の結果ですねになります。30ページ目をお願いいたします。審査基準両括弧3 の技術評価の結果のに該当するところになりますけれども、A、B、C がそれぞれ、技術評価の結果で、具体的に規定されている項目に対応したものです。A がですね、長期施設管理計画の申請の際、現に、設置されている機器構造物につきまして、技術基準に適合していることを、通常点検で、確認したということにつきましては、スライド7、8で、ご説明した通りになります。で、B の項目につきまして、最新の技術基準に適合することにつきまして、その技術基準に適合するように管理されていることにつきましては、このスライドの19から22でご説明した通りでございます。それから技術評価の結果ですね、評価対象機器が主要60種ほかに対しまして判定基準を満足することにつきましては以下の両括弧1、2で示しております2つの観点から確認をしてございます。30年目の高経年化技術評価を長期施設管理計画の技術評価の結果に用いること、につきまして、妥当性評価が必要ということになりますので、その確認をしております。それにつきましては、次のページでご説明をさせていただきます。それから、両括弧2ですけれども、追加される機器につきましては、特需の設備とか、第3バッテリー関係、それから、設備の追加ではありませんけれども、消費税課の将来予測を伴わない実測データに基づきます評価は追加で評価が必要になりますので、それらは評価いたしまして、判定基準を満足することを確認しております。これらにつきましては、以降のページでご説明を順次させていただきます。それではですね、まず、C ポツの両括弧1の2に該当します、高経年化技術評価の妥当性の評価のにつきまして31ページ目でご説明をさせていただきます。大井34号路では施設管理計画に基づきます保全活動によりまして適切に機器構造物の健全性を維持管理してございますが、これまでの知見を見直すような得意な傾向も得意な傾向も確認されていない状況にあります。それから高経年化対策上着目すべき経年劣化事象や健全性評価、こちらには耐震とか 対津波安全性評価も含まれますが、見直し要求を検討した結果、妥当性を確認しております。で、各項目につきましては下で表で、ちょっと概要でございますけれどもまとめております。式の運転実績を確認しまして、例えば定作路疲労1つ目の項目であれば、過渡回数とか、中性照射税下であれば中性子の照射量に十分な保守性があることを確認させていただきまして、耐震安全性評価につきましては評価に用います設計用基準地震度に変更がないことを確認してございます。
また国内外の運転経験、それから最新試験から評価に用いております評価規格とかですね、そういうものに対しまして見直しが必要な知見というのは認められていないというのを確認してございますので、評価としては妥当性、評価の妥当性は確認できていると考えております。で、32ページ目以降はですね、追加した設備、それ評価の部分のご説明になります。32ページ目がですね、将来予測を伴わない実測データに基づきます評価ということで、32ページ目が32、33、34が大井3号炉、それ以降35から37が大井4号炉の例に、評価結果ということになります。なあ、こちら消費税課の一部になりますので、追加評価だけを、お示ししても多分、よくわからないかなと思いましたので、消費税課に関しまして全体的な、部分を、記載させていただいております。で、今回追加したところはどこなのでしょうかというと、33ページ目見ていただきまして、ここで破線で囲ったところ、こちらがですね、今回新たに追加した評価になります。ちょっと読ませていただきますけれども、消費税課の将来予測を伴わない実測データに基づく評価につきましては、加圧熱衝撃評価、衝撃評価の結果、静的平面歪み破壊人生値が応力拡大ケースを上回ることを確認しましたと。で、具体的に何ですかというと、右下の図を見ていただきまして、K1C と K1 の曲線がございますけれども、こちらが交わらないと、接しないということを確認したというものになります。で、評価法自体はですね、コメで飛ばさせていただいて、記載させていただいておりますが、こちらはですね、大井3、4号炉では初めての評価になるんですけれども、これまで40年目の運転期間延長評価では同様の評価をやってございまして、同じ評価手法で評価したものということになります。で、34ページ目に、総合評価も、それ、評価としましては将来予測を伴わない実測データに基づく評価を、追加でやっても、やって健全性評価を確認しても、機器の健全性に影響を与えることはないということで、このような文章を記載させていただくことになるのかなと考えております。4号炉35ページ目以降、3つのページにわたりまして、4号炉をお示ししてございますが、結果としましては特に大きく変わるものではございませんので、説明の方は割愛をさせていただこうと考えております。38ページ目をお願いいたします。蓄電池、充電器の第3バッテリー関係のですね、評価の追加評価のご説明になります。上で大きく囲っているところが、運転が見込まれる期間、60年の健全性評価ということになります。健全性評価のところに記載ありますけれども、充電器、第3バッテリーの充電器の変圧器、これは評価部位になりますけれども、これは絶縁物が使われている、設備になりますので、絶縁低下が想定されると考えております。で、最高使用温度、95度に比べて十分余裕のある、絶縁臭が使用しておりますので、急激に劣化、絶縁低下が、進むという可能性は小さいと考えておりますが、長い時間をかければその絶縁低下が生じる可能性は否定できないと考えております。なおですね、本体は充電器は変圧器だけでできているわけじゃなくて、当然画材とかですね、基礎ボルトとか、そういうものもございますけれども、そういうものに対する腐食とかにつきましては日常劣化管理事象であって、高経年化対策上着物すべき経年劣化事象ではないと考えております。現状保全の項目の内容ですけれども、第3バッテリーの充電器の変圧器につきましては定期的な絶縁抵抗測定により管理事情であるというのを確認してございます。従いまして総合評価としましては、絶縁低下の可能性は否定できないんですけれども、絶縁性能につきましては絶縁抵抗測定により、管理事情であることを定期的に確認しておりまして、有意な絶縁低下があれば検知可能であると考えております。また以上は断続運転の状態の話になりますが、停止状態
の方が、まあ、より厳しい評価条件となる経営劣化事象につきましても確認を行っておりますが、そのような事象はないと考えております。また耐震、安全性評価、それから、対津波安全性評価につきましてもそれぞれ実施しておりますが、追加すべき評価はないと考えております。2つ目 の大きな囲みの部分になります。で、最後一番下にありますが、経年劣化に関する技術的評価結果ということで、蓄電池、充電器、まあ、これ第3バッテリー関係につきましては、審査基準の、まあ、表2で示されております、基準を満足することを確認しております。なおですね、まあ、こちらもですね、特殊設備、じゃないわ、こちらの評価につきましてもですね、第3バッテリー、大井3号炉の充電器とか、蓄電池の第3バッテリーにつきましては、まあ、今回改めて評価をさせていただいておりますが、認可済みの大井4号炉の30年目の高経年化技術評価ではもうすでに評価されておりまして、大井3号炉の追加された評価と同様のものとなってございます。最後、39ページ目になります。特殊設備、大井3号炉では特殊設備全体が、まあ、評価、追加評価と、追加設備ということで評価を行っておりますが、こちらもですね、以下に示しておりますような、まあ、評価し、手法、これ評価の手順につきましてはですね、大井4号炉はこちら評価済みなんですが、まあ、同様の、手順で、まあ、評価を行って、まあ、普通の高経年化技術評価と同じ評価手法で、評価を行っております。特殊施設にかかる情報につきましては公開ができないということから、まあ、評価書というのは、まあ、単独で別冊を設けて、まあ、申請に添付させていただいております。で、個別に評価は行っているんですが、一番下の評価結果のところになりますが、高経年化、評価の結果につきまして現状保全項目に高経年化対策の観点から追加すべきものはないことを確認しております。また審査基準、表2の、判定基準を満足することも確認しておございます。なお先ほど の第3バッテリーと同じなんですけれども、特殊施設設備につきましても認可済みの多い4号炉の30年目高経年化技術評価において、まあ、同様のものが評価されておりまして、まあ、認可いただいているものになります。大井3号炉の追加された評価と同様のものと、まあ、なってございます。すみません、大変長くなりましたけれども、資料3につきましてのご説明は以上になります。はい、それでは今説明のあった資料3につきまして質疑に入ります。規制庁側からありましたら岡本さん。規制庁岡本です。まず全般的に申し上げますと、今回申請書におきましては適切な記載がなかったものの、実態としては原子炉等規制法43条の3の32第5項等の要求事項に基づきまして、長期施設管理計画の策定にあたり劣化評価を実施されたということが確認できたものと考えます。ただしですね、技術的材木等につきましては引き続き確認を行う必要があると考えております。具体的に申しますと、この後述べます2点につきましては補足説明資料を整えた上で改めて審査会合において説明いただきたいと思います。まず1点目でございますが、今ご説明のありました資料の31ページをお願いします。31ページ、表題が30年目の高経年化技術評価の妥当性評価となっております。で、こちらにですね、PLM30 に対する妥当性評価の概要が示されておりますが、この部分についてはより詳細な説明が必要と考えます。例えばですね、着目すべき経年劣化事象として追加すべきものがなかったのか、あるいは評価の入力条件を時点更新などにより見直す必要はなかったのか、一部記載はございますが、あとですね、評価方法を見直す必要はなかったのか
などの観点からどのような評価検討を行ったのか、より具体的な詳細が示される必要があるというふうに考えます。2点目は、資料で申しますと33ページをお願いします。33ページでございますが、先ほど説明がありましたが、こちらの点線枠内におきまして消費者税下の将来予測を伴わない実測データに基づく評価ということで概要が示されていますが、こちらはですね、現行制度の後継年化技術評価の説明に習いまして、補足説明資料でバックデータ等をきちんと準備した上で改めて説明を行っていただく必要があると考えます。この2点についてよろしいでしょうか。すいません、関西電力岩崎でございます。今岡本さんが言われた通り、ページスライド31、概要はまとめておりますけれども、今、おっしゃられたように、より具体的なところを取りまとめ、補足として取りまとめて、ご説明させていただきたいと思います。それと合わせて、実測データに基づく評価につきましても、より具体的なデータも含めてまとめてご説明させていただきたいと思います。規制庁岡本です。分かりました。では説明をお願いします。私からは以上です。他ありますでしょうか。今田さん。規制庁今田です。最新知見の反映状況のところについてなんですけれども、資料4の 1-1-5 ページからのところで、経年劣化事象に関係する情報について、200件弱ですかね、一覧で示してあるんですけれども、こちらのそれぞれの情報についても、長期施設管理計画へ の反映用費の判定根拠のところについては今後説明をしてください。この一覧のところに追記するっていうのと、あと判定フローなどですね、分類の考え方とかがありましたら、そちらも提示をお願いします。この点よろしいでしょうか。関西電力岩崎でございます。拝聴いたしました。補足説明資料を充実する形で、ご説明させていただきたいと考えております。規制庁今田です。よろしくお願いします。それからこちら確認なんですけれども、この最新知見のところで、アメリカのロビンソン2号炉の炉心層の損傷の点について、現時点では原因調査中のため、長期施設管理計画への反映については非という、反映しないという状況になっているというふうに今資料上なっていると思うんですけれども、これ今後こう追加の知見等が出てきた場合については、そこは新知見っていう扱いとして、このロビンソン2号炉については改めて長期施設管理計画への反映の要否については改めて判断するっていう、そういう理解でよろしいでしょうか。関西電力岩崎でございます。そのご理解で、結構でございます。我々もそういった形で引き続き調査して、知見がまとまった段階でまた、反映用費を検討してまいりたいと考えております。わかりました。私からは以上です。規制庁の近所ですけど、今最後のロビンソンのところですけど、これ多分他の後継年化でも論点になっているところでありまして、一応追加の確認ですけど、これ例えばロビンソンについてですね、今の資料さんの26ページ目にいろいろ最新知見のフローがあるんですけど、A や B には入ってこないっていうのは多分、先ほどの27ページ目の説明で分かるんですけど、これはあれですかね、その A の上にあるダイヤモンド、長期施設管理計画への反映が必要か否か、検討中という、なんかここにぶら下がってる形になるんですかね。関西電力岩崎でございます。その通りでございました。この
落ちてきますフローの中に反映用皮が必要かどうかというところで、現段階では、用皮判断まではできないけれども、継続的に調査を行っているという、ステージといいますか、ステータスになってございます。今田の方から説明資料ですね、ちょっと充実をというのがありましたけれども、ちょっとそういうのがちょっとよく分かる形で、反映、していただくようよろしくお願いします。他ありますでしょうか。よろしいですかね。大体今日用意していただいた資料、やり取り、できて、特にあれですね、そちらの方からの説明でも記述の不足があるということで、こちらからは補正の準備をといったのがありましたし、あとこちらの方からもちょっと説明資料の充実をいろいろと、示したと思いますので、そういうちょっと資料のですね、準備の方、よろしくお願いします。でこれで大体議題1に関することは終わったかと思いますけれども、予定していた議題は以上ということであります。全体を通じて何かあったら、こちらから関西電力からも何かあったらよろしいですかね。では今後の審査会合ですけれども、そちらの資料の説明でもありましたように、今後の審査会合で説明といったところもあったかと思いますし、こちらの方からもいろいろ説明をというのがありましたので、ちょっと時期はまだ未定ですけれども、そういう説明の準備がですね、整い次第、次の会合を開催したいというふうに考えております。可能な限り迅速にですね、準備いただければと思いますのでよろしくお願いします。それでは何もなければですね、今回の第4回の審査会合は以上としたいと思います。お疲れ様でした。